こんな勝負ではるばる大変だったろうな。なんかバイトっぽいし。ま、あいつが盛り上げてくれるんなら、うちらもがっつり乗ってやらなきゃ。そうだろう、アイナ。だってね。バイトとか言うなよ。皆さん、こんばんは。ただいまのアイナトーン時刻は、2020年4月12日、日曜日の午後8時37分です。今日はイースターですね。朝から広場が賑やか。どなたかいらしているようです。なんだか楽しいことがありそうですよ。皆さんもよかったら広場を見に行ってみてくださいね。それでは本日も良い一日をお過ごしください。まあもう夜なんやけどね。待って、タランチュラおるんやけど。速攻でタランチュラおるんやけど。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。待って、あのタランチュラ捕まえたい。もしもし、こちらはたぬき商店のもめきちです。買取ボックスに入れてくださったお品物の代金 33,288 ベルをお口座に振り込ませていただきました。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。待って、網を。どこ行ったタランチュラ。おる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 。おるよおるよ。ほら、来いよ。来いって。えぇ、来た!あー、待って、刺された。刺された。なんてこと。くっそつら。しかもあいつ刺したらどっか行くんよね。うわ。待って、なんかいろいろ。何アンチョビから。アンチョビおらんくなったわけじゃないよね。おったよね。ハッピーホームアカデミー、アイナ様。この度はマイホームの増築おめでとうございます。お祝いに家具をプレゼントします。魅力的なキッチンと共に美味しい暮らしを楽しんでくださいね。ハッピーホームアカデミー。やったー、キッチンくれた。ありがたい。よし。そして、あ、アイナさん、19,227 ポイント、ランク B。まだランク B なんか。おめでとうございます。いろいろな種類の家具が集まって素敵なお部屋になってきましたね。ますますの発展をお祈りしてお祝いの品をお送りします。ハッピーホームアカデミー。でも毎回ちゃんとくれる。ランクなんとか以上はくれるとかあるんかな?これなんなんやろ?アンチョビ。熱心なアイナくんへ。アイナくんおめでとう。君のお家、新しくお部屋が増えたみたいだね。お祝いにプレゼントを送ったから、よかったらお部屋に飾って。気に入ってくれると嬉しいな。ちょっと羨ましいアンチョビより。マジでこんな手紙くれるん。プレゼントまでめっちゃ嬉しいんやけど。何?一番今アンチョビが有効度高いとかそういうこと?ちょっとよくわからんけど。とりあえず1個目。待って、キッチンくれたんじゃないん?冷蔵庫だけ?そういう感じですか?で、スティック掃除機。あ、でもなんかいい感じやない?あ、ちなみにこれね、キー吸って落ちてきたやつ。キッチン吊るし。やけんね、いい感じのくれたんやったらキッチン吊るしも使えるとか思ったのに。違うんかい。で、これはね、風船割って落ちてきた加湿器。で、アンチョビからのプレゼントは?調味料入れ。なんかキッチングッズ揃ってきたね。シンクください、シンク。シンクをください。私ね、めっちゃ木切りまくったんよ、ほら。真ん中らへんさ、ちょっと、開けようかなと思って。お、今休みよってやろ。あ、ちょっと待って、ここ。よし。あとなんかプレゼントが流れてきよるような予感。ちょ、待って。どこや?キヨル?キヨルよね、確実に。あーでもイースター系か、持ってるんだなー。どうも。お久々。いや、こんにちは。新しい季節を知らせに来ました。ラッキーバリーのピョン太郎だよ。イエーイ、拍手ー。あ、君は前にこの島に来た時僕を見つけちゃった子だね。僕に会ったこと、約束通りちゃんと秘密にしてくれたよね。あれってこっそり来とったん。全然、超目立っとったけど、広場におったやん。まあまあ、それはともかく、いよいよ今日がお祭りの本番だよ。イースターのお祝いってことで、僕と一緒に遊んじゃおう。いいかい?それじゃあ行ってみよう。卵を探そう。いろんなとこに隠されてるぞ。どこにある?いろんな場所を探してみよう。わかったかな?お祭りの本番といっても、やることは同じ。島のあちこちに隠された6種類の卵を集めてね。6種類全部集まったら、いいものプレゼントするよ。そして、はい、これ。お。今日参加してくれる君には、イースターのアーチのレシピをあげちゃいます。さてさて、僕がこの島に隠したイースターにちなんだ DIY レシピ、君は全部見つけられるかな?全種類 DIY してくれた人には、スペシャルなご褒美を用意してるよ。じゃあ、頑張って。ってことでちょっと覚えますか。イースターのアーチ。
イースターのアーチのレシピを覚えた。よしよし。DIY で何か作ろっかな。作ります。はい、イースターのアーチ。さささっと作ってしまって。イースターのアーチができた。さあ、出来上がった。これで多分全種類作ったはずなんやけど、多分ね。多分、どうやろう。どうすか？あれれ？君もしかして、僕が隠したレシピのアイテムを本当に全部作っちゃったの？すごい！とっても大変だったでしょう。頑張ってくれたんだね。じゃあ行くよ。せーの。なんてね。あ、もしかしてちょっと怒った？え？実は今日のために用意したレシピはもう一個あるんだ。ほらこれ。おう、ありがとう。ぴょん太郎の起き上がりこぼしのレシピだよ。さあ、これが最後のチャレンジだ。もしこれも作ってきてくれたら、今度こそスペシャルのご褒美をあげちゃうからね。あともう一踏ん張り。頑張って頑張って。く、まだあるんかい。まだあるんかい。作れるよね。大丈夫だと言って。はい、作ります。どこ？え、ないやん。どこ行った？あ、覚えてない。ちょっと待って。覚えてなかった。ぴょん太郎の起き上がりこぼし、絶対可愛いやん。さあ、これで？はい、レシピ覚えた。次こそ作る。はい、作ります。なんでその中途半端のところに戻るの？あ、可愛い。可愛いから、ちょっと不気味な気もする。え、でも嬉しい。はい、完成。ぴょん太郎の起き上がりこぼしができた。次こそできたぜ。ん？なんだ？ちょっと待ってね。先にぴょん太郎んとこ行くけん。できたよ。その顔はひょっとして、ぴょん太郎の起き上がりこぼしも作っちゃったの？それじゃあ本当の本当に全部作りきっちゃったんだね。すごいや、おめでとう。そんなとってもとっても頑張ってくれた君には、スペシャルのご褒美をあげなきゃね。スペシャルやった。イースターのステッキが作れちゃうハッピーなレシピだよ。またレシピか、なんて言わないでね。じゃあ最後は特別バージョンで。せーの。ハッピー、ハッピー、ハッピー、ハッピー。今日はずっとお祭りやってるから、残りの時間も楽しんでね。参加してくれてありがとう。ってことでまた覚えるのね。イースターのステッキ。ふんふん。これもすぐに作れるんかな？どうやろう。一応、ぴょん太郎のイースター系のアイテムは全部作ったっぽいけど。これも？DIY で作ります。イースターのステッキ。おう、これか。星のかけら2つしかないんや、私。収納の中に2つあるんやけど、あと1個ない。え、起き上がりこぼしも使うん？ってことは、起き上がりこぼし1個なくなってしまうんやね。余分に作らんとってことや。じゃ、その分はちゃんと卵確保しとかんといかんね。何その格好？かわいい。え、何？動物たち帽子かぶったらそんなちっこくなるの？やば。ああ、かわいい。みんなその格好？ああ、かわいい。ね、子供にも帽子かぶせてあげてよ。かぶせてあげてよ。あ、なんか。お、ハンナちゃんも。いいね、いいね。みんなそれぞれちゃんと色が違うんやね。かわいい。ユキだね。ぴょん太郎には会ったかい？いやー、わざわざイースターを祝いに来てくれるなんていいやつだよね。こんな島まではるばる大変だったろうな。なんかバイトっぽいし。ま、あいつが盛り上げてくれるんなら、うちらもがっつり乗ってやらなきゃ。そうだろう、アイナ。だってね。バイトとか言うなよ。そうか、中の人はバイトさんなのね。大変だろうな。今日はイースターですから、衣装もそれらしくしてみました。似合ってるといいんですけど、多分。飛び盛りって別にイースターやけんってみんな衣装変わってなかったよね。イースター模様の風船を撃ち落とすと、卵が落ちてくることがあるらしいんですよ。頭に当たったら痛そうですよね。アイナさん、気をつけてくださいね、よう。大丈夫。今まで何回も卵は落としてるから。すごいね、みんなちゃんと。何今風船見てた？ねえ、アイナくん。さっき目の前にある木を揺らしてみたら、突然カラフルな卵が落ちてきたんだ。驚きもしたけど、すぐに確信したよ。これはイースターからの贈り物だってね。まさしく。今日やっと気づいたの。ずっとそうだったよ。完璧にずっとそうだったよ。
かわいいなぁ、いいなぁ。お、モニカもかい。やっぱそう簡単には釣れないか。君は釣りの話をしているのね。あれ、アンチョビおらんやん。家？いや、おらんねん。どこ行ったんやろ。あ、これは。さあ、中身は。あたいの知らない誰かさんへ。あたいのお気に入りアイドルのイメージアイテムを作りたくって頑張って考えたレシピだよ。この瓶を拾ったあんたにだけ特別に教えてあげちゃう。思わずヘビロテしたくなっちゃうよ。ヘビロテしたくなっちゃうよ。言えてね。運命感じた、イザベラより。貝殻のラグ。あ、絶対可愛いやん。ねえ、あの魚影めっちゃでかくない？めっちゃでかくない？ねえ、結構距離あっても、なんかでかく見えるよね。え、どうなんやろ？鈴木かな？おい、こら。え、普通に鈴木かな？もしかして。でかい魚影ね、その場合あるけんな。なんか、鈴木か、ヒラメかもしれん。来い。どう？タイヤ？まさかのタイヤ？誰の車のかな？じゃない。この島に、車持ってる人いねえわ。せっかくのでっかい魚影やったのに、なんかがっかり。がっかり。あ、なんかまたプレゼント飛んできた。イースター？今日は特別多いんかな、イースター。なんかそんな気がするね。あ、アンチョビおった。ありがとうね、カグ。そういえば、ピョン太郎くんにはもうご挨拶した？僕、あの子の近くに行くと、なんだかすっごく踊りたくなるんだよね。あの、愉快な音楽のせいかな、弟子。音楽流れよったんやっけ。あ、確かに。うん、なんか変な音楽流れよるね。何あの音楽。ねえ、なんでくるぶしは家にいるの？こんなイベントの日だというのに。あ、家の中におったら、服も着てないんやね。イースターの。てか、シンプルすぎない？え、なんか、マミーさんの家の中めっちゃ感動したのに、くるぶしの家超シンプルすぎない？どうした？よく来てくれたな。まあ、ゆっくりしてけよ、でっさい。逆に落ち着かないんだけど。まあ、広場にいるピョン太郎にはもうあったのか、でっさい。あいつ、いつ見ても飛び跳ねてるけど、あれって地味にハードなんだよ。たまにすげえ玉焼きついてるもんな。わかる、見た。見たよ、そのシーン。ね、くるぶし今、両手で手振り寄ったんやけど、超可愛くない？さあ、てことで、疲れ果ててますけど。悪いんだけど、後ろ、じろじろ見ないでくれる？何もついてないって。もうすっかり後ろから回れるやん。なになに？そうそう、さっき言いそびれちゃったんだけどね。もしどれかの種類に卵が一個だけ足りない、なんて時は。他の種類に卵3個くれたら、好きな卵1個と交換してあげるよ。交換してって僕に言ってね。で、どうした？卵持ってきたよ。お、どれどれ？ 1、2、3、4、5、6。おー、6種類の卵が揃ってる。やったね。じゃ、それぞれの卵を1個ずつもらっちゃうけどいい？これは何？なんかくれるの？あげるけど。よーし、頑張った君にこれをあげちゃおう。何それ？イースターのバスケットだよ。じゃあ行くよ。せーの。やったー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 。それじゃ、まだまだイースターを楽しんでってね。やったー、もらった。ちょ、待って。外のものとかもなんか、マイルで交換しておきたい。そういえばね、この、私こっちのタヌキショッピングやったっけ？あ、7日以上連続ボーナス300マイル。で、こっちのタヌキショッピング見たことないんやけどさ。スペシャル商品、日替わりアイテム、スペシャル商品のオーダーこっち、日替わりアイテムとかあるんや。キャンプ、これ最初にあったやつやん。1800ベルもするの高。室外機、ワークキャップ。へぇー、なに、こんにちは T シャツ。なんか、なんて言うん？なんて言うん？なんかいいね。え、かわいい森の生活。あ、音楽一応あるんや。てか、額縁に入って飾られてあるんやね。かわいい。なんか、シュールやね。こんにちは T シャツ。森の生活。え、この辺かわいいな。ちょっと一応、飾りたいね。オーダーします。
商品をオーダーしました。商品は後日郵便で自宅にお届けします。あ、そういう感じなんや。で、ちょっとマイルの方も見たいんよね。たぬきマイル交換。で、今回はどうしましょう。スマホケースリメイクキット。マイデザインプロエディタ。ポケット整頓テクニック。なんかいろいろまああるのだけれども、今回は、露天風呂。露天風呂キャンプ地の近くに、あの、キャンプサイトの近くにいいかなって思うよね。露天風呂ちょっと。あ、これレシピか。なるほど、なるほど。はい、交換します。露天風呂をプリントしています。DIY レシピの発行が完了しました。よし。作れるかな？まあ、とりあえず岩が必要な気はする。よいしょ。はい、温泉作ります。あ、これか。露天風呂。はい、完成！露天風呂ができた。あ、そう、イースターのバスケットはもらったんやったっけ？そっかそっか。じゃあちょっと向こう側に。でもなんか、土地を整備せんと置けんような気もしなくもない。今、ぴょん太郎疲れ果てとったね。めちゃくちゃ疲れ果てとったね。わた、びっくりした。なんかと思った。マミーさんか。あ、いや、置けるかな。どうしよう。この辺とかに置いとく？あ、でも海が見える露天風呂みたいなのもいいかも。川沿いでいっか。まあ、そのうちまた動かすかもしれんし。とりあえず露天風呂ね。まあ、今後また位置を動かすかもしれない。とりあえずはこれで OK。よきよき。この辺の周りとかにもいろいろ物を置いていきたいね。そしてちょっとバスケットを中に飾っておく。じゃあここに、加湿器じゃない。加湿器じゃなくて、イースターのバスケット。かわいい。よき。このインスタのバスケットのでかい版が、あのベッドみたいな感じやね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねってことで、まあ、多分、まあ、手前の部屋は普通の生活空間みたいにして、この奥の部屋をイベント仕様にこれからちょいちょいしていこうかなと思います。めっちゃカラフルでいいね。イースター。